こんにちは。じゃなかった。MD サポートの管理人です。今回は、安定的に人気のない、買い込ん動画になります。私は、卓上時計を購入するのに、8年も悩みました。希望としては、サイズが小さいこと、温度、湿度が計測でき、電波時計であること。欲を言えば、日付と曜日がわかるものを、探していました。それらの要望を兼ね備えた置き時計を、いくつも見つけましたが、どれもデザインが気に入りませんでした。ネットショップで探した結果、気に入ったものが見つかりましたが、実際に店舗で手に取ると、安っぽく見えて、購入には、至りませんでした。しかしですね、8年も悩んでいるので、もうどうでも良くなってしまい、結果的に妥協して購入しました。妥協した機能は、電波時計と、日付表示です。このご時世、電波時計を捨てるのは、かなり勇気を振り絞りました。付属品は、単三電池2本と、保証書兼説明書です。アンティーク時計も考慮しましたが、湿度と温度計を譲れなかったので、諦めました。アナログ、デジタルの好みはありませんが、机の上に合うものを選んでいたら、8年も購入できずにいました。最終的に、2500円と、安く収まってしまいました。シチズンの 8RE648-A06 でした。あ、そうそう、この時計、ライトもついていません。最後まで見てくれて、ありがとうございました。